ピース又吉です。サルゴリラ小田原。そうだね。そうだよね。そうだよね。でもその確かにしょうがないけど。そうだよね。急に止まらない。いや絶対そうだよ。音楽が。音が止まると思ってなかったから。俺は又吉さんも、うん、あの音楽に乗せてピース又吉ですって言うつもりでしたね。うん、そう。明るく。それで準備したけどなくなったから。合わせてくれたの。歩いてる道がなくなったから。あれみたいな。俺も止まらなと思って。難しいトーンになってるね今、うん、本来ならもっとポップに音楽がピース又吉ですみたいな感じだったけど、うん、BG で残ってると俺も想定してたから、うん、でもダンだったからピース又吉ですニュースみたいな原稿読むじゃないな今のはしょうがないなるよね絶対なる俺でも分かんなかったもん、うん、どれって思った楽しく歩いてたのよそうイエーイデデデデンデデ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 デピースまでやってです道が道がなくなったからしょうがないよそれ今のはしょうがない、はい、いやしょうがないそれはもう全然誰も責めない、うんうん、え自己紹介したはい改めてじゃあはい、はい、サルゴリラ小玉です。はい、パンサー向井です。サルゴリラ駅部です。ありがとうございます。まだかかってる。はい、そうなんです。ありがとうございます。さあ、今日はですね、又吉小玉向井の後は寝るだけの時間、最強ラジオ2時間スペシャルということで、ゲストに赤星さんをお迎えして2時間の生放送でお送りしております。はい、もう1時間経過しているので、はい、この調子でやっていきましょうという。はい、はい、相談のコーナー、ここからあとお二人いらっしゃいます。そうですね。ぜひぜひ。はい、あと寝る生電話、続きいきたいと思います、はい続いては2人目こちらの方静岡県ラジオネームなめこの時は赤味噌さんからいただきました、はい私は未だに親の前では一人称が下の名前です、うん、小学校を卒業するとき高校生になるとき成人するときなど何度も一人称を私に変えるぞと心に決めてきましたが急に一人称を私に変えたら親は寂しがるんじゃないかと思いそのまま来てしまいました、うん、小一の娘ですら自分のことを私と呼ぶたびに32歳の私がこれでいいのかなとモヤモヤします今からでも変えた方がいいのかそれとも今後も一人称自分の名前でいいのかご意見をお聞きしたいですという、はいはい、なるほどねちょっとわかる気もするなでも自分のこと下で呼ぶ時期ってなかったですよ、うん、ありましたいや僕はないないっすね僕もないですね親にサトシはって俺やっぱ言ったことはないんですよ、うんまあね、まあなんと僕らの時代では女の子の方が多かった気はしますねですよね、まあ、そのまんま、うん、来てしまったと、うん、なるほどねちょっとお電話、うん聞いてみましょうなめこの時は赤味噌さんもし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 はいよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますこれあ赤味噌さんって呼ぶの方がいいかな、うんはいはい、そうですね、赤味噌さんはだから自分のことをまあお名前で呼んでいるというはいそうです、うんうん、やっぱ直そうと思っても、うん、なんか、はい、親のことを考えて直せないって感じなんですかなんか、まあ、それもだし、あ、こいつ、今変えたなって思ったらどうしようって。そうだね。ちょっと、変になっちゃって。ああ、なるほどね。こいつ変えたなって思われたくないですもんね、やっぱ。そうですね。なんか、中学校の時僕もね、なんか、なんちゅうんかな、お父さんお母さんって呼んでたとこから、おとんおかんって呼び方変える時あって、あの時すごい、なんか、気使った気するもん。逆に宣言しちゃう方が楽ですよね。うん、今日から、あの、なるほどね、おとんと呼ぶわとか、なんか僕今、しずるの村上のことを、うん、最近、じゅんって呼び出してるんですけど、うんはい、あ今までなんて今まで村ちゃんって言ってたの。でも、村ちゃん呼びされてる人多すぎて、うん、どの村ちゃんってなっちゃって、うんうん、で、意識的に、村上純のことをもう純って呼ぶわっつって、はい、で今言ったんだそう言って今純って呼んでるんだけどたまにやっぱ村ちゃんも出ちゃうんだけど、うん、でもやっぱ 言ってからの、ね、宣言してからだと確かに意外とすんなり受け入れてくれますあと赤味噌さんは娘さんがいらっしゃるんですかはいそうです、うん、そうですよね小1の娘さんがいらっしゃる、うん、はいだから小1の娘さんと一緒の時だけ、うん
自分のことをお母さんの前で私って呼ぶとか。あで、その期間を作って、うん、なるほど、で、徐々に私に移行していくっていう手もありますよね。うんうんうん、なるほど。だから、二人が、お母さんと二人の時は、下の名前。うん。そうか。うん。で、あくまでもこれは今、娘がいるからだよってやったら、お母さんも、その意図を察して、寂しさは感じる。うん、確かに。なるほどね。これめっちゃいい。ミックス時期というか。そこで慣れていってね。うん。ミックス時期。ミックス時期。ミックス時期ですね。だから、その、どっちも使う。俗に言う。そうそう。いや、言わないよ。絶対に言わないよ、俗で。言ってないよ。でも、うちの奥さんも自分のことを、いまだにそう、下の名前。ヒーっていう。まあ、そういうのは、かわいらしいけどね、うんうんうん、で、赤みそさんも別に、絶対変えなきゃっていう感じでもないんですか、はい、自分の中で、なんか。いや、なんか、変えたいんですけども、うん、今更変えるのがもう恥ずかしくって、うん、むしろなんか母と会話するときは、うん、なるべく一人称を使わないように、避けて会話してしまう傾向にあります。そうなんだ。うん、でももう又吉さんの、うん、さっきのアドバイスはいかがですか、うん、混ぜるっていう。言えるかな。あ、ね、でもなんか、うん、私と母二人の時は、うん、一人称自分の名前で、うん、他の夫とか、うん、他の家族がいる時は、うん、まあ私って言うようにはしてるんですよ。すでにミックス時期だ。ミックス時期。元々ミックス時期。馴染みないんだけど。なるほどね。変形ミックス時期ですね。やめてください。だってそのみんな普通に使えてるんですか、ミックス時期。ちなみに娘さんの前ではご自身のことは、なんて言うんですか、ママとかお母さんって。そうですね、カーカって呼ばせてるので。かわいい。カーカはね、カーカはねっていう。あ、なるほどね。はい。まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいけどな、うん、なんか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかと喋るとき俺なんか直樹ですっていつも最初に言ってたような気がする。そのおじいちゃんおばあちゃん、うんうん、たまにしか会われへんかったから、うん、成長したら誰やみたいになる時そういうニュアンスにも聞こえんこともないから、うん、なるほどね、うん、確かに。だから他の方の前では一応、うん、私っていうことは一応頑張ってできてるってことですよね、うんうんうん。そうですね、ちょっとまあ恥ずかしいってのもあって、だったらまあ変えなくていい気もするけどね、うん、ね、だからそうやな、環境に応じてというか、はい、状況に応じて使い方をね、ちゃんと変化させてるから、うん、いいんじゃないですか、ね、お母さんとの関係はそれで、はい、でみんなの前では私みたいな、うんうん、ああ、かもちゃんと言うか、本当に私これからミックス時期に入るんだけど、絶対使わないし、何それ。でも確かにね、可愛らしいっていうか、なんかこう、うん、すごくいいよね、うん、我々の意見としては、いい、今のそのどこでも下の名前で言ってるわけじゃないんであれば、そう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 、そこなんだよ、うん、いいような、はい、っていう、ちゃんとお母さんとの関係性をこう大事にしてるというかね、うん、そういう雰囲気もしますし、うんうんうん、どうでしょう。そうですね、まあ今更変えるのも恥ずかしいっていうのもあるので、うん、ちょっとまあミックス時期から、まあ、徐々に使ってくれてる、ありがとうございます。まああるいは40歳ぐらいまでにはこう、はい、ね、グラデーションで、ああ、ミックス時期から、じゃあ、グラデーション時期を経てってことですね。ミックス時期のグラデーション時期。大きく言ったらミックス時期。あ、それミックス時期。うん、なるほどね。そうですね。ちょっとまた、こう、変えられたとか、うんうん、やっぱ変えられなかったです、なんていうのも、どちらもいいので、うんうんうん、また経過を教えてください。はい。はい、はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、うん、なるほどね。いや、まあでもなんか素敵なね。確かに、いや、そうよ、なんかほっこりするというか、うん、お悩みでしたね、うん、そしてもう一方、はい、いきたいと思います、こちら愛知県ラジオネームちゃんりささん、はい、23歳の方です、はい、いつも憂鬱な月曜日に癒しの時間をありがとうございます。うん、私は4月から社会人になりましたが、はい、過呼吸や不眠に悩み、うん、先月から同じ職場で短時間勤務になりました、はい、今は不安症状が落ち着いていて出勤できていますが、先輩の顔色を
伺ってばかりだったり、金銭面や体調面を必要以上に心配してしまったりする自分をなかなか変えられません。そこで繊細な感覚を持ちながらも厳しい芸能界を生き抜いてきたお三方、まあこれ赤羽さんがね、ゲストで来る前にというメールだったよね。先輩との付き合い方や先のことを前向きに考えていく処世術をぜひ教えてほしいですという。この質問に関しては赤羽さんは一回お休みいただきます。厳密に厳密じゃない僕入っちゃってもいいんですよね。お前いんのかよってなってるかもしれない。チャンリサさん、ちょっとチャンリサさんどうなの。ダメですか、こっちで話しかけますから。またムーちゃんから、じゃあちょっとお話いろいろ聞いてみましょう。チャンリサさん、はい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いします。ちなみになんですけど、赤羽さんもいるんですが、一緒でも大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。お優しい。さあ、ただやっぱ悩みはなかなか、まあ、結構職場でのね、新しい環境で、ちょっと、まあ、疲れちゃったりとか、なかなか体調面に支障をきたしちゃったりっていう感じですか。現在はどれぐらいの勤務なんですか、週で言うと。今は週4で行ってて、1日なんか元々だと結構9時間以上やってたんですけど、8時間で立って帰る、週例とか出ないで立って帰ります。なるほどね。4月からまあね、半年ぐらい、ね、これはやっぱりすごいことだもんね。環境がね、ガラッと変わって、慣れるまでがねっていうね。俺も苦手やな、新しい環境。本当にそうだよね。確かにこれは。ちなみに職種みたいなんて伺ってもいいんですか。はい、保育士をしています。わー、なるほど。だから、まあもちろん子供たち、はい、をこう、まあ、相手にする仕事ですけど、はい、それだけではなくってことですもんね。職場の、ね、関係ってことですね。なんか子供よりも、その、ほとんど女の人しかいなくて、先輩も全員女性なので、結構その歴の離れた先輩が、きつめな顔を、なるほどね。同期特有のとかはいないんですか。はい、あ、同期はいるんですけど、めっちゃ体育会系で、ほう、すごい馴染むのが早くて。なるほど、それもきついね。いやー、それちょっとやり、そうなんだよな。同期がスッと馴染まれちゃうと、わかる、完全にこっち組にこっちでしたね。そうですね、僕ら4人ともそうじゃない、タイプ的に。いや、そうですね、多分チャンリサさん側というかね。いや、ま、でもどうなの、僕はもう、まあ続けて、もしあれだったら僕はすぐ辞めても、まあ、ね、俺はなかったらね、その選択はね、もちろん、で、その職、この仕事自体はすごい好きなんですもんね。あ、今はなんか大変って思うことも多いんですけど、資格をせっかく取ったので、なんかやりたい、やれる限りやりたいなとは思っていて、よく向井さんも、お笑いお会いしてるのにお笑い返してくれないっておっしゃるじゃないですか。はいはいはい。だから、なんか、それでも続けられてるから、どうやってモチベーション保ってるのかなって思って。なるほどね。なるほどな。聞かしてよ、それ。なんか、いや、ちょっと俺が言ったから恥ずかしかったんだ。いやいや、ちゃんとね、みんなの意見聞けた方がいいですもんね。ありがとうございます。いや、僕も、要は、好きな仕事についてますけど、じゃあ、その好きな仕事の中で、自分が理想とした感じでやれてるかって言ったら、そうじゃないっていうパターンというか、じゃあ、本来大喜利バンバン面白いの出して、みたいな、なんかそういうタイプの人の方が、なんかお笑い芸人みたいな感じがして、いいなと思うけど、やってみたらそうじゃなくて、っていうことですけど、結局やっぱこの仕事にはなんとか、しがみつきたいっていう派だったので。はいはい。だからその自分のいられる仕事の中で、なんとかいる場所を、こう作ったっていう。で、別にこれ、
自分で作ったわけじゃなくて、うん、要は、それこそ又吉さんとか、うん、まあ、先輩方、うん、とかのアドバイスで作ってもらったみたいなところもあるから、うん、だからこそ人間関係がきついと、うん、そのエスケープ場所があればいいですよ、この職場の中で。そうだね、はい。だから、そういう人が見つかるんだったら、うん、いいなと思うけど。若い頃の俺みたいな人がおったらええんやろな。かっこいい。若い頃の俺いないですか。でも本当そうだと思う。隣の一番お世話になってるやつが、ね、やばいんですよ。でこの職場に俺の存在でいうところの、うん、なんか又吉さんみたいな、ね、若い頃の俺や。ご自分で言わない。何を言ってんだよ。いや言ってるんだよ。若いからすでに。で、うん、これがは運でしかないなと思うんですよね。そうね、確かに。そうやな。人はやっぱ、だこの時点で例えば職場で、うん、大丈夫とかって声かけてくれる人がいるんであればね。うん、で僕はなんで向井とかそのに声かけたかというと、もちろん面白かったっていうのもあるんですけど、あの下手くそそうに見えるっていうのを見てる先輩もいると思うんですよ、うん、場所に職場によっては、うん、でうまくできる誰とでもコミュニケーションをすぐ気づける人は多分そこで人間関係がうまくいくやろうから、で僕も下手で先輩に全然誘ってもらえなかったから、自分が先輩になった時はなんか居心地悪そうな一人で楽屋の端っこにおるような人を中心に声をかけるようにしてたんですよ。必要だね。どっちかというと。だそういう、だ無理してうまく立ち回ろうとして、その、なんていうかな、心を削っていくよりは、うん、もう自分の本来の姿で居心地のいい場所をこう見つけられるのがベストはベストやけど、まあ、運もあるんか。運は大きいな、人との出会いって。うんうん、そうね。なんか2年目とかの先輩は、うん、近い先輩はなんか結構優しい方もいるので、うんうんうん、なんかもうちょっと自分からその話しやすそうな先輩には行くようにして。ああ、うん、そうね、いいじゃないですか、はい、確かにさっきはあんなこと言いましたけど、うん、人間関係ってもういろいろあってやってきたら、か僕の感覚、うん、はい、受け身のみでは無理っていうのもあるんですよ。確かに。はいはいはい。あ、いい人いないな、うん。自分に話しかけてくれる人いないな。では多分、やっぱ難しいから。ね、確かにその今のチャンリーサさんの2年目の人とかには自分からちょっとこう心開いてみるっていう行動も非常に大事な気がする。ありがとうございます。まさに、その劇場で誰にも先輩に、あの、誘ってもらわれへんかった時、うん、自分が面白いと思う好きな先輩の横にずっとおった俺、うんうん、ああそれある。で何やねんお前って言われてて、うん、でもずっとその先輩がの視界に入るところに、うん、立ってて、うん、でなんかなんや変なやつやなみたいな突っ込まれてるうちに誘ってもらうようになったとか、はいはい、うん、この人と仲良くしたいなっていう人がいればね、うん、この職場に。なるほどね、はい、今は距離があっても、そういう人が一人いて仲良くなっちゃえばね、そうか、結構楽になるかもなぁなんていう。グイグイ来すぎんのもあれだから、喋りかけたり、喋、ね、りかけなかったり、このミックス時期。全部にいける答えじゃねえぞ。ミックス時期。結局そうなの。ミックス時期なの。ミックス時期からグラデーション時期を経て、グラデーション時期も。あ、そうですか。だからなんか0、100じゃないですからね。うん。うん、すべてが、うん。でも無理して嫌な人と、もちろん。仲良くする必要もないんで、うんうん、それは本当にそうだと思う、ね。あの、この人とやったらお話できるっていう、うん、人に、となんか仲良くできるようにすればいいんですかね。かうん、ちょっとそうしてみます。うん。そんな先輩だけ。いやー、いや、ほんと、で、結果的にね、赤羽さんいてもいなくても。僕はちょっとこの、僕もこういうの苦手なんで。気持ちわかる。はい、めっちゃわかります。で僕はほんと一番最低の、最悪の状況を思い浮かべて、はい、それよりはマシだっていう。あのを全部ずっとやってるんで、で僕すごいお腹が弱いので、はい、常にあのうんち漏らしちゃったらっていう想定で生きてるんで、子供か。今うんち漏らしてない僕は、おい、よかった。
恥ずかしいからお前すいません向井次行ってごめんなさいねジャニーさん恥ずかしいわ来んなよお前うっせー小玉の友達こんな感じなんやなすいません小玉の幼馴染こんな感じなんやな頑張ってねちょっとまあ本当に大前提として無理する必要ない本当に心削られまくってまでやる仕事はないと思いますけど、うんうんうんはい、ありがとうございます、うん、あの今の皆さんのアドバイスの中からいいのを取りつつ、うんはい。ちょっと、まあ、やれるとこまでと言いますか。頑張ってみてください。はい、ありがとうございます、はい。はい、また経過報告お待ちしておりますので。はい、ぜひ。はい。ジャニサさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで。若い頃の俺を探してもらって。そんな、やっぱいないですからね、またよしさんみたいな。だから本当人はマジで運だと思う。うん そうね、そこは運良かったなって俺は思います。今ちょっとすごい、お知らせが入ってきまして。何ですか？まあ、あとは寝るだけの時間、はい、この X の方でもね、はい、あの、ハッシュタグがついて皆さん、こう、リアルタイムで聞きながら、はいはい、投稿していただいてるんですけど、はい、エドワード20世が、はい、あの、こう、投稿してくれてまして、ハッシュタグつけて、はい、たった今彼女ができました。早っ早っ待って。なんでエドワード聞いてたのかないや、わかんない。その、この一文だけ投稿されているので。うまくいったんだろうね。もしかしたら本当に聞いてて。聞いてたパターンか、もう我慢できて電話しちゃったか。今のってもしかしてみたいな。ね、ちょっと気になるね。すごい。これは。まだちょっと教えてほしいですね。もし、うん、まあいい結果としては良かったですけど、うんうん、俺たちは言いましたよ。年越しまで待ってろって俺たちは言いましたよ、ね。言ったよ、言ったよ。焦んなよって。恋愛マスターの言うこと全然聞いてへんよ。ごぼう抜きですよ。ここにいる40代は。独身40代、3人いるんだから。いや、結果良かったね、うん。ちょっと、あの、細かい、あれ、どういう経緯でそうなったのか、良、うん、かったらメールしてほしい。今。気になる、気になる。もう高まったんかもしれんしな。そうですね。それはそれでね。いや、それはそれでいいと思う。ね、うん、うん。すごい。そう。いや、彼女もこれ聞いてたっていうパターンも、そっちのパターンもあるね、それも素敵だよな。サルゴリラが学祭来る。いや、ちょ、確かに。で、このラジオじゃ聞いてみようかな、みたいなことで。もしかしたらね。で、声で声で。あれあれうん。エドワードって。ってなって、で、パターンもあるしね。聞いてたよ、とか言ってね。ミックス時期を持たず。何なんですか、ミックス時期って。よかった。おめでとう。おめでとう。はい、ということで、以上、アトネル生電話でした。またよし、こだま、向井の、あとは寝るだけの時間。アトネル質問箱。はい。まあ、このコーナーはシンプルな質問コーナーということで、皆さんから質問いただいておりますので、どんどん答えていくということです。ここからは赤羽くんも参加しても大丈夫ですか？ずっと参加してました。僕ずっといましたよ。いつもよりちょっとワンオクターブ感高い声が参加してるでしょ。あ、そうか。うんちのお話の。うんちやめる。そうですよね。うんちの。さっきうんち想定の。終わりかけてた時の。うんちに比べれば。何をいいじゃん。追加で喋り始める。でも僕は、最悪の時を想定するんですよ。だから僕はうんちを、ね。何かこいつマジで。それはそれお前。比べれば全然楽勝だからね。うんちもなくないんだから。そう、うん、今の状態の方が最悪やと思います。これからはこれを想定してこれからはこれからはそれを新たに想定するやつできた。漏らしてないのに、うん、まとまってた話を破壊しまったそうだよお前質問いただいておりますので、こちらじゃあ東京都アイラブニューヨークさん。人類が滅亡し、自分たと一人だけ生き残ることができます。今日の4人の中、それぞれ誰を、うん、バディとして生き抜いていくのか選んでください。うん、もう。あ、この中で。はい。人類が。生き残る。うんうんうん。もう自分と。もう一人。もう一人。はい、もう一人。おー。どっちかやなぁ。でもこれはそうだなぁ。うわぁ。うーん。うわぁ。むずいね。まあそうだな。人類二人だけってことやろ。はい。
じゃあこうかな。これはもうせーので言ってみる。で後で確認する。そうしようか。はい、はい、せーの、こだまさん。あ、もうだこだまさんだと思う。え、マテスさんもこだまさんでしょ。こだま。俺もこだまさんで、赤羽さんもともこだまさんね。はい、うん、おっそ、あ、嬉しい、なんか嬉しいよ、生き、ね、残るっていうこと考えたら、うん、なんかそんな感じ、たくましさがある、うん、あとバカ力、うん、ナチュラルバカ力ですね。あっそうで、やっぱ、うんうん、揉めなさそう。そう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 。やっぱ極限になったらもう揉めるじゃん。うん、どうしたって。揉める。でも一番なさそう。優しいというか。うん。うん。うん、そう。あ、嬉しいね。まあ、揉めないと思う。なんかね。本当に。助け合っていこうって。うん。うん。誰って言ったの？俺は向井。よっしゃー。よし、生き残ったー。いや、でも俺も、だからその、力面は確かに考えたんですよ。うん、俺いけるかもって。うん、で、あと、この、あの、頭。あ、はい、賢さが欲しい。うんうんうん、で、向かい。又吉さんは結構。又吉さんもあるんだけど、又吉さんは確かにその、なんつうの、裏切りそう。揉めそう。揉めきゃ変やろ、俺一番。いや、わかんない。なんかその、え、その、旅行とか行った時に、信子の吉村さんとかに、うん、わがままな姿とか見せる、見たじゃん。はいはい、ああいうのとかあるから、あ、まあね。うん、そうそう。だから、向井は揉めずに、こう、能力、あの、賢、知識面をやってくれそう。うんうん、それこそ、でも、赤羽さんもずっと一緒。幼馴染じゃん。こいつはもう裏切り者だよ。あの、キングオブコント大舞台だよ。なんだあれ。切り離されてますね。確かに確かに。でも、常に最悪な事態を想定して生きてるから。そう、常にうんち想定で生きてる。生電話中だよ。なんだよ、お前。続いてこちら、福島県の市間さん、はい、私は寝る場所が変わるとよく眠れません、うん、旅行でも仕事でも寝つくまで 3,4 時間かかり、うん、眠れても浅い眠りで夢をたくさん見て疲れてしまいます、はい、そうなると翌日のコンディションもあまり良くないため何とかしたいと思う一方で、うん、そういう体質なのだと諦めている気持ちもあります、うん、皆さんはお仕事柄さまざまな場所で眠られることが多いのではと思います、はい、眠れない時の過ごし方、寝つきやすくする方法などをご存知でしたら教えてください、うん、ちなみに対策としてアトネルを聞いていたのですが覚醒してしまうので効果はありませんでした、うん、という、あ、嬉しいですね、はい、眠る方法、あ、うん、3,4 時間眠れないはきついですね、きついよね、朝早い時とか、うん、あるよな、なんか湯船溜めて入るとリラックスできて眠れる気はするけどな、うん、あとあったかいもん飲むとか、うん、なんかね、お茶わかんのか、でもカフェインみたいなのはあんま良くないですからね、うん、僕これ結構ズバリいいですか、お願いします。これ本当に自分やってるんですけど、結構赤羽さんもそういうタイプってこと、めっちゃそういうタイプで眠れない、眠れなくて、うん、でもこれをやるようになってから、はい、もう寝つきいいですね、はい、うん、何ですか、あの、ね、寝ようとするじゃないですか、はい、で、ふ、あの、いびきかくじゃないですか、はい、あれをわざと起きてる時からやるんですよ。うん、いびきを。いびきを。うん。うん。うん。ね、ね、自分を騙すってこと？そう、っていう呼吸法で、やるんです。うん。そしてマジで、寝れる？めっちゃ寝ますよ。嘘。めっちゃ寝る。初めて聞いた。マジで。そう。さらに。お前さ、すごいいやんちゃん。出てけよ。友達どうなってんの？子供さんの。ねえ、お前、嘘だろ。いびきを放っちゃうこと言ってる。初めて聞いた。本当？これ本当脳が錯覚するのかマジで眠れないなっていう、気づいたら寝てる、気づいたら寝てる、へー、はい、寝たふりをするってこと、一人でちょっと今も俺今寝そうになったもん、それも絶対嘘じゃん、めちゃくちゃ嘘つくんですよこいつ、何すか今嘘つくの、今も寝そうになったもんいやそれはそう激冷めだよお前やっかい、そんな言い方ないやけど今のやばいさ、ちょっと
騙されたやってみ、もう。ちょっとやって。言ってるから友達が。やらそうとしてるんだ。しかも。面白く。やってみる。やばいことない。面白く。やってみる。何言ってんだよ、お前。やってみ、やってみても。うん。いや、マジでなる。友達。それは友達。すごいでしょ。やってみようぜ。やってみようぜってやったことなかったんや。いい加減にしてください、マジで。でも、俺はわかんない。やったことないからわかんないけど、本当にもしかしたら、ちょっとやってみて、効果あるかもしれないから。これ本当僕やってるんだよ。一回やってください、うん、一馬さん。お願いします。あと、向井が昔俺に教えてくれたやつあるやん。お、はい、アニメのキャラクターが。野球ね。うん。野球やってるっていう。あ、うん、ね、子供の頃からやってた。そう、ほんと頭の中で、もう、登場から、一回、二回、三回とか、全部か、あ、もうアニメキャラクターで野球やってんのをね、ずっと頭の中で思ってると、途中でいつの間にか寝てるっていう。アニメキャラクターになってる。ほんと、鬼太郎とか。その、ほんと、もう、我々が知ってる、アニメの、登場人物の野球チームの試合を頭の中でやる。俺それ向井に聞いてやって8回裏ぐらいまで行った。長時間の。そうそう。豊かすぎて。ぬらりひょんとかネズミ男とかいっぱい出てきてさ。覚醒しちゃう。面白い試合になっちゃう。面白い試合になっちゃう。ドキドキしてきちゃう。ドキドキしちゃう。これは使えない、使えない人は使えないから、赤馬さんの方法を一度ね。いびきで脳を騙す、はい。これはやってみてくださいね。はい、ということで以上、アトネル質問箱でした。ではここで一曲、赤羽さんのリクエストです。ありがとうございます。はい、何でしょうか。桑田佳祐さんのね、はい、明日晴れるかな。あら、これマジでいいんですよ。これ好きだから。もう大好きで、うん、なんだろう、キングオブコント、はい、でずっと落ち続けて、はい、で時に聞いて自分をこう高めて、あ、なるほど、いつか、いつか晴れる日が来るという、そう、いいや、チャンピオンにっていうね。もうす、そうですね、すべてのその、うん、負けたことのある人にはもう刺さりますんで、うんうん、元チャンピオンおすすめの、はい、いやいや歴代16代目なんですよ、元じゃないんですよ。じゃあ曲紹介お願いします、はい、桑田佳祐さんで、お送りした曲は桑田佳祐の明日晴れるかなでした。又吉、児玉、向井のあとは寝るだけの時間。さあ、ここからは皆さんから届いたメール紹介していきます、はい、メッセージテーマはナイス神対応ということで、こちら東京都アウルさんからいただきました、はい、私にとって忘れられない神対応をしたのは父です、うん、私は高校3年生の夏休み明けから学校に行かず自宅で受験勉強を始めました、うんうん、自主独立、自主独立こそ本来の人間のあるべき姿だなんて青臭い考えを持ちながら、学校に行かなかったことは親は黙認していましたが、特に学校には連絡していませんでした、うん、中間テストの時に学校に行った時、当然担任から呼び出しがあり、その時に担任は言いました、先日君のお父さんに電話をして君が学校に来ないことを相談したんだが、うん、お父さんは息子がそう決めたのならばそうさせてくださいと言われちゃってね、その電話のことは父から聞いていませんでしたし、そこまで私のことを大人として見ていてくれたのかと感動したのを覚えています。今まさに高校生の息子を持つ 父として、そこまで息子のことを対等の人間として扱えるか自信がありません。あの時以来今でも父を尊敬しています。うわ、素晴らしいね、かっこいいな、親の神対応、うわ、かっこいいね。なかなかこんなことが言えるのかどうかっていう ね、自分がいざ父親になった時に、うん、そうやな、うん、いや、すごいですね、素敵な、まあ、それを 言わせるだけの息子でもあったってことなんでしょう ね、 信じれるね、両方ともね、信頼があってということですね、うんうん、そしてこちら神奈川県下国上さん、うん、私がまだ若い頃、通勤途中の駅で少年に絡まれている男性を目撃しました、はい、男性は少年におじけづき、明らかに困った様子、私は見て見ぬふりができずに絡まれている男性に近寄り、少年に向かって知り合いだから連れて行きますと言って男性を少年から引き離しました、うん、少年は何か、わめいていましたが、それ以上は追っかけてこず、私は男性の救出に成功、あの時の私の行動は我ながらよくできた神対応だったと思います。すごい、ね、かっこいい、これができるかどうか ね、できないっすよね、こういう時ね、これはすごいな、うん、怖いよ、ちょっとした
本当昨日とかも、うん、道歩いてて、うん、本当前から来た若者が、うん、本当そのタバコを、まあ、まず歩きタバコしてて、うん、でそれを本当にパーンって道に捨てて、うん、行った時にもうほギリギリまで言おうと思ったの、うん、ちょっと、うん、って言うだけでも、うんはいうん、怖かった、まあ、言えないでも言えたんや言えなかったあ言えなかった怖すぎていや でもそれ言ってトラブルになるのもなあるからな、うん、でもやっぱ言いたかったなってやっぱずっともやもやは残るんですけど、ね、言えたことないわそういう街で知らない人にそういう注意というか結構いるよねポイ捨ておじさん、うん、いますねいるなんか、うん、こんなやるんだっていうぐらいペットボトルポーンって捨てたりとか、うん、言いたいなって思うそれ嫌やな、うん、でもこう絡まれてるのも助けるっていうのがねしかも平和的にっていうのがいいねうんそうっすね、うん、やったことある人いますかあだからだいぶ違うけど、うん、子供もおったんちゃうかな朝まで新宿で稽古して、うん、でそこからご飯食べに行ってさ、うん、でラストオーダーを頼んだ後に、うんそれで俺らは 5,6 人おって食べてる時に、はい、日本語を喋れない外国人の方が入ってこようとして、うん、でもうラストオーダー終わったんです、うん、すいません、うん、終わりですって断られたらその人が怒っちゃったの、うんうんうん、そのいやあいつら食ってるやんけど、うんうん、でもう店の前で待ってて、うん、だ店員さんになんかこう文句を言おうとしてる、うん、めっちゃ緊張感のある状況になった時に、うんどうしようってなってたから一回電気消して、うん、みんなで食器を厨房に戻そうと、うん、そしたらお店の人が飯食ってたんやって多分思って帰ってくれるんじゃないかっていう提案して、うん、このお店の人が一回電気を半分ぐらい消して、うん、で食べてた僕らが食べ終わったやつを持って帰ったら、うん、やっぱその人もあなんか身内やったんやみたいな感じで帰ってくれた。すごい、うん。なかなか神対応。ね、神対応。大掛かりっすね。すごいっすよ。劇団型の。いや確かに。店の前でも座ってもにらみつけてる状態やったから。怖い、ね。怖い。ちょっと怖いなみたいな感じで。ほら、それはすごい。なかなかできない。本田さんっぽいというか。物語をね、なんかこう作ってというかね。やっぱ一休さんをよく子供の頃見てた。気持それが生かされました。コミタイムですね。こちら三重県フランスパン食べたいさん。今から22年前の話。当時大学に通っていたのですが、確か夕方4時過ぎに開始の授業だったと思います。授業が始まると同時に教授が、今日はこの後6時からワールドカップの日本戦がこの日本で行われます。こんなことはこの先もうないかもしれないから、今日はこの授業は休校にします。みんな家に帰って試合開始からテレビを見て日本を応援しなさいと言ったのです。この授業は大講義室で行われており、教室内歓喜に沸いて、日本、日本と大盛り上がりになったのを覚えています。あれは教授の神対応だったと思います。確かにいいですね。そういうノリのいい先生みたいな、いましたよね、うん、なんか、ね、先生がそんなノリ出されたらやっぱいや分かってんなみたいな。最高ですね。最高日本なるないいですね。いい神対応。続いてこちら、はい、愛知県黒潮が蛇行しましたさんからいただきました、私は先日5年ほど生活を共にした赤足リクガメを亡くしました、うん、見た感じ年老いてはいましたが近所の高齢夫婦から譲り受けたため実年齢は不明。病院には体調が悪そうな時と亡くなる時の3回ぐらいしか行ってませんでした。最後の診察で先生からいつ亡くなってもおかしくないと言われて、その後家で看取りました。私がもっと健康管理をしていたらと後悔しかなく、悲しみのどん底の中、お世話になった病院に亡くなったことだけをお伝えしました。その数日後、なんと病院からお悔やみの花束と手紙が送られてきてびっくり。常連でもない患者に忙しい中わざわざ物ではなく気持ちをいただいたようで、天国の亀と私にとって最高のプレゼントで、ナイスすぎる神対応でしたと。すごいなそれ。なるほど。そういうね、うん、なんていうんですか、こう寄り添う、悲しみに暮れてる人に寄り添うような神対応。
ね。素晴らしいね。いろいろ皆さんありますね、体験として、そして静岡県デルデルさん、私はある朝の通勤途中に急にお手洗いに行きたくなりました。乗り換え駅でお手洗いに駆け込むと、たった一つの便器の前には順番待ちの人が、私はもうダメだと思った瞬間に、順番待ちの人が私のただならぬ様子を察したのか、お先にどうぞと順番を譲ってくれました。あの時神対応で私を救ってくれた見知らぬ人、どうもありがとうございました。すごいな、これはすごい、うん、でもこれうんち想定そうだな何言ってた。いやでも本当そう、そういうことなの、最悪の事態、やっぱ、うん、一応弱いとやっぱそういうことな、電車って特にどうしてもあるもんな、ありますし、うん、でそれで譲れるってすごい、いやその人すごいすごいですよね。そうか、自分も漏らしてしまうかもしれないという想定があったとしたらね、後ろにもっと強者が来たってことで、伝わんねんな、そういうのな、譲るぐらいって相当どんぐらい苦しんでたというか、確かにだから、うん、そう、すごかったよ、ね、気になったんだろうな、うん、でも高校生の時朝の電車乗ってて、体調多分悪かって、うん、で体調悪くてしんどいなって思ってたら、うん、大丈夫って言って、近くにおった2人ぐらいが席譲ってくれたことあるんだよ。だからやっぱほんまにしんどそうな人って分かんねえのか、出てんのかもしれないですね、うん、かあれ何やったの。でも午後には普通にサッカー部で練習してたけど朝だけ何かあったんやろな、なんか立ちくらみみたいなして、めっちゃしんどいと思って、ほんなら大丈夫ですかみたいな感じで、顔色が悪かったのか、そうだ、我々もねそっち側になれるようにね、ちょっと気を張ってね、そうですね、いいということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。さあここで番組前半で出題しましたこだまの一分の正解発表なんですが、もうすごい、335人、いや俺もやっぱもっと早く止めるべきかなって思うぐらい出てた、だ俺が知らなかったからちょっとこう、いや歌いすぎちゃったのかな、やっぱりで赤羽さんは分かったね、そうだね、これちょっと考えてったら、うん、あこれかもなっていう、はい、あ正解だったの、はい、そのももクロの回答少女じゃなくて、で方向性合ってるって言ってたから、うん、あじゃあこっちかなと思って、あで又吉さんも一回正解を言ったんですよ、うん、あの、うん、曲中に、うん、でそうですって言ったら、うん、のピンときてない顔してて自分正解言ったっていう感覚ないでしょ、ない、ちょっとじゃあ答えまず聞いてみます、はい、はい、答えはこちらでした。無敵の笑顔を出すメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ、こちら YOASOBI のアイドルって曲なんですよ。なるほどねいや又吉さんがアイドルやなって言ったんですよ、うん、だからああそうですって言ったら、うん、なんかピンときてない顔してるからあそういうことか、ジャンルとしてアイドルの曲っていうことまで分かったって話なんですね。俺はモーニング娘さんって、最初にイントロの雰囲気近いかなと思って言って、はい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 、で赤羽が言ったのも、うん、ももクロさんも、うん、なんかそういう、はい、だからなんか全般そうかなと思って、うん、アイドルって言って、うん、だからそうだよってアイドル正解はアイドルなの、そういうことか、そして全然ピンときてなかった、たまたま当たってたやんそうそうそうやっぱり335人の方が YOASOBI のアイドルだと知ってる、知ってるこの曲、知ってるわでしょ、ここで分かった、そんなレベルでも、だって今日何だったら去年かな、うん、紅白とかですごいいろんなジャンルのアイドルたちが集まって、本当アベンジャーズみたいな感じでこの曲をとか、あったあったやりましたよね、あと SNS とかでも大バズりというか、なんだったら去年一番なんか聞かれた曲ぐらいの、あ今サビで分かった、サビはめちゃくちゃ知ってた、本当紅白は見たわね、うん、いやだからもうここ3人この中から3人335分の3、はい、これで、はい、地獄の又吉タイム、地獄の又吉、はい、332人を切り落とすという違う違う、3人を選ぶの332人を切り落とすコーナーです、幸運な3人を選ぶコーナーですから3枚選んじゃってください、又吉さんこれはもう無慈悲です、しょうがない、あと1枚選びます、はい、はい、お願いします、じゃあこれ、はい、さあ3人引きました、又吉さんどなたでしょうか、
発表します。はい。神奈川県の、にお住まいの、妖怪いちごぐらいさんです。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、東京都にお住まいの、はい。本州の端っこさんです。はい。おめでとうございます。そして、そして、はい。広島県にお住まいの、ペンギンの家さんです。はい。おめでとうございます。すごい。すげえ。それ以外の方は、はい。残念でございます。これはもう本当に松吉さんが選ばなかったということで。なんか僕の責任みたいになってますけど。厳しそうだよな。違う。何かがおかしい。で僕無意識にしてるんで僕の意思と僕の感覚と僕のその弾く時の手はもう乖離してるんで僕じゃないです弾いてるの。別に誰も怒んないですから大体安心してください。待てよしってなんただの右手が弾いただけです。怖い。もう保険かけすぎて変なことになってます。ということで以上こだまの1分正解発表でした。はい。あっという間にお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです、うん、ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後11時頃から聞くことができます、うん、ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井の後は寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます、次回の放送は10月21日午後9時5分から週替わりコーナーは私クイズをやりたいと思います、これ今までは又吉さんとこだまさんに僕が皆さんのクイズを出題してたんですが、はい、マテウスさんが回答者を引退されたということがありましたので、はい、次回は僕と児玉さんが、回答するとわかりましたいうことになりますので、やっぱ次世代に譲っていかなあかんなと思う。かっこつけてんな。そんなかっこよくないんだよ。逃げただけなの。そしてメッセージテーマはもうあの頃の俺じゃないんですよ。その時心が動いたというメッセージテーマなので、うん、皆さんの価値観が変わった出来事出会いなどなど、うん、大きく心を揺さぶられたことを教えていただきたいと思います、うん、ということで、はい、もうあっという間の、まあ、あっという間でした、ね、赤羽さんいかがでしたか。いやそうですね、だから僕が発表したあの、うん、いびきでいびき、ね、眠らせるっていうのちょっと僕今眠くなっちゃってるあれをやっちゃった後半そうだった、ね、そうなんですよ。やんなきゃよかった、やんなきゃよかったぐらい効果がある、効果ある、効果があるで、あとエドワード20世さんからメール、はい、たった今彼女ができたことを報告させていただきます。相談に乗っていただいてありがとうございました。やはり恋愛マスターの皆さんの意見を聞いて正解でした。かっこ笑い。また進捗をメールで報告させていただきます。ナイス神対応なメッセージの写真載せておきますということで、なんかメッセージ、うん、好きじゃなかったとしてもいいんだ、電話で言ったじゃん、好きにさせるって分かった、お願いします。ちょっとこれ来週やるわちょっと今この時間じゃ無理来週やりますということで、ここまでのお相手はピースマテヨシと、サルゴリラ児玉と池本さあ向井でした。さようなら。